自分がまあ6年生の時に、まあ、自分、まあ、プロになりたいっていう夢があって、まあ、それに向かっていく時に考えた時に、やっぱりサッカーで集中できる環境が必要だなっていうのを、まあ、6年生の時にはまあちょっとそこまでは考えられなかったんですけど、まあ、親のそういう来なさいというそういう打診がありまして、まあ、それでまあ決意することができて、まあ、その時小学校6年生の時にまあ受験をして受かることができたのでアカデミーに入りました。まあ、入った時に、まあ、やっぱり、まあ、親元を離れての生活でやっぱり苦労することもたくさんありましたし、まあ、まず自分のことは自分でやらないといけないのは当たり前ですし、まあ、集団生活をしている上でやっぱ他の、人たちにやっぱ気を使うっていうのも本当に大変だったところもあるんですけど、やっぱそういう経験を得て、まあ、今そういう、まあ、サッカーはチームプレーですので、まあ、そういう部分で本当に中学校の時に生活した集団生活が本当に役立ってるなと自分でも思っています。サッカー面ではやっぱり学校から帰ってすぐにサッカーできる環境が整っていて、本当に環境面では素晴らしい環境だったと思いますし、まあ、サッカーのそのプレーの中身に関してもやっぱり世界基準のそういう、世界基準のプレーを参考にして、やっぱ練習に取り組む環境がありましたし、まあ、私生活の部分ではやっぱりサッカーだけではなくて食事だったり勉強の部分で、毎日、まあ、全員で取り組んでることが本当に、まあ、正しいことだったと思いますし、本当に自分のためになったなって思います。まあ、週末は、地元のクラブに帰って、まあ、プレーをしてたんですけど、やっぱり土日だけ帰ってくるとなると、やっぱり、まあ、そういうところもすごい配慮してもらって、まあ本当に気持ちよく受け入れてもらってプレーすることができましたし、まあアカデミーの中でのエピソードで言うと、やっぱり、まあ1年生の時は、やっぱり基本技術のところで、まあ指導してもらって、まあ、本当にその1年生の時の指導があったおかげで、まあ2年生、3年生の時にすごい技術が向上したのは自分で分かりましたし、まあ、そういう部分が今の自分のプレースタイルにつながってると思うので、本当に成長できたなと思います。まあ、アカデミーの練習後だったり、まあ、そのタイミングで体幹トレーニングやストレッチなどをまあたくさんやってまして、まあ、それが今に生きてるって思うのは、やっぱりそれを、今でも続けてるっていうのが本当にアカデミーの時にそういうのをやっぱ習慣づけたおかげだと思いますし、まあ、そのおかげでやっぱり、まあ、疲れも取れやすい体になってると思いますし、まあ、体幹をすることでやっぱり、体の軸がぶれない、その相手と接触しても耐えれるような自分のそのプレースタイルにも本当につながってると思うんで、まあ、そういう部分では本当に中学校の時の習慣があったのが良かったなと思います。アカデミー熊本ウキへ受験される皆様へ、アカデミー熊本ウキは、サッカーに対して本当に集中できる環境が整っていまして、まあ、自分も、小学校6年生の時に、まあ、最初はどういうところか分からずに受験したんですけど、入ってみたら本当にいい環境でサッカーに集中できまして、まあ、サッカーだけじゃなくて勉強や食事の部分で本当に中学校時代アカデミーに入っていたから、まあ、今の自分があると思います。まあ、他にもたくさんのコーチや、
選手のみんなと関わることができて、大切な仲間がたくさんできました。アカデミー熊本雨季に受験しようと思っている皆さんは、ぜひトライしてみてください。